ぐちつねのたん。クロードの方へ近づいていた。にわかに古武者の霊魂が姿を見せた。最後の鬼が倒れた時、ふってキツネはクロードを日吉の湯へと誘った。おいで。日吉の湯はイオの力を求める異敵どもに乗っ取られてしまっていた。闇ガラスを消し去ってくれ。クロードを生きたまま食い殺そうと鬼が待ち構えていた。闇ガラス。ハンヤの力が弱まっておる。誰一人生かしておくな。これはわしの魔物を、よくぞ見つけてくださった。怒りに満ちた声でうなりながら鬼の犬がクロードの方へ近づいていた。鬼がいるよ。鬼だ。鬼がいるよ。イオの兵はついに倒れ、日吉の湯は静けさを取り戻した。来い、まだやらねばならんことがある。クロードは苦難を望み茨の道を進み、打ち爪を取り戻すべくハンヤの手下が次々に現れた。呪いは解け。クロードよ、我が魂は自由。さらばだ。まだ成仏。